リハルト・クロチャックは、ウィーン国立歌劇場還元楽団並びに、ウィーンフィルハーモニー還元楽団で、首席奏者を務めたチェリストである。弦楽器のウィーン学派を代表する人物と、評されている。ウィーン公共楽団に在籍していた、クロチャックを、ウィーン国立歌劇場還元楽団並びに、ウィーンフィルハーモニー還元楽団の首席奏者に、取り立てた指揮者。 クレメンス・クラウス1904年12月30日に、チェコスロバキア中部のイフラバに生まれ、プラハ音楽院で、最初の音楽教育を受ける。1922年に、ウィーンへと渡り、ウィーン国立歌劇場管弦楽団主席チェロ奏者のフリードリヒ・ブックスバウムに支持した。また、ユリウス・クレンゲルを源流とするドイツ学派に属すると、される、ブッシュ弦楽のチェリスト、 パウル・グリュンマーにも1924年までウィーン音楽院で指示した。1924年、学生のうちからウィーン公共楽団主席チェロ奏者として演奏するようになり、1934年にはウィーン公共楽団時代からクロチャックを知っていた指揮者のクレメンス・クラウスの推薦により、 ウィーン国立歌劇場管弦楽団並びに、ウィーンフィルハーモニー還元楽団の主席奏者となった。1929年から、ウィーン国立歌劇場奏監督を務めていたクラウスは、前任者のフランツシャルク同様は回奏者に、重要なポストを任せており、クロチャックと前後して、バイオリニストのリカルドをドノポソフをコンサートマスターに、したり、第二バイオリンの末席で弾いていた夫をュトラッサー。 ビィリー・ボスコフスキー、アルフォンス・クリュンベルクを、それぞれ、第2バイオリンの首席奏者、第1バイオリンのシュティム・フューラー並びに、バレエ公演時のソロバイオリニスト、首席ビオラ奏者に任命したりした。また、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団入団後、クロチャックは40歳近く年上のコンサートマスター、アルノル・トロゼと交流するようになり、その豪華な生活の話を聞いたりした。 設立の経緯フェリックス・ワインガルトナーの式で演奏するウィーン・フィルハーモニー還元楽団クロチャックは、この頃からウィーン・フィルハーモニー還元楽団コンサートマスターの一人、ボルフガング・シュナイダー班らと室内楽で共演するようになった。なお、シュナイダー班もクロチャックと同じく、ウィーン公共楽団からウィーン国立歌劇場還元楽団及び、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団へと移籍した奏者で、いずれにおいてもコンサートマスターを務めた人物である。初めての共演は1937年から1938年にかけてウィーンコンチェルトハウスで企画されたウィーンフィルハーモニー管弦楽団管楽器グループのコンサートシリーズである。ベートーベンの70奏曲とシューベルトの80奏曲が、 演奏される予定となっていたシリーズ最後の演奏会のために、管楽器奏者たちから、弦楽器奏者の手配を頼まれた、シュナイダー班のもとへ、同団、第二バイオリン奏者、オットーシュトラッサー、主席ビオラ奏者、エルンスとモラベッツ、そして、クロチャックが集った。百三十八年三月十二日、意統合した四人は、ウィーン・コンチェルトハウスにて、弦楽四重奏団として、 初めての講演を行ったが、その時には団体としての名前はなく、4人の名前がそれぞれ記されていただけであった。シュナイダー半弦楽始終相談という名前が冠されたのは1939年のことであり、ピアニストのエディ・ナイがドイツのボンで開催されたベートベン祭りに彼らを招待した時であった。なお、この時シュナイダー半弦楽始終相談は、 ベートーベンの弦楽四重奏曲第16番を演奏した。シュナイダー半弦楽四重奏団の演奏は、高貴なトーンにより、気負いのない自然な音楽を歌い上げていく洗練された奏法であったと評されている。また、同団第2バイオリン奏者の夫シュトラッサーは、同僚であるクロチャックについて、合奏においても、ソロにおいても同様に、 経験を積んだ素晴らしい音楽家の典型であり、その卓抜な技術と相並んで、シュナイダー半弦楽四重相談にふさわしいパートナーとして人々に音楽の霊感を吹き込む能力を備えていったと評している。戦中の活躍ウィーン楽友協会、シュナイダー半弦楽四重相談は、ウィーン楽友協会の会場と演奏契約をした団体であり、 会場を満員にする人気があった。楽友協会会長のフランツ・シュッツ教授の要望で、シュナイダー半言学始終相談は1939年から1940年にかけてのシーズンの後半に初めて楽友協会に登場し、小ーホールで3回のコンサートを行ったが、その際には、ウィーンの伝統を継承するという意図のもと、モーツァルト、ベートーベン、 シューベルトの曲のみでプログラムを構成した。ボルフガング・シュナイダー班が著名なソリストとしても人気を博していたこともあってチケットは即座に完売し、聴衆からも新聞からも好意的に受け入れられたので、急遽4回目のコンサートが追加された。このシーズンだけでも29のレパートリーによる32のコンサートが開催された。さらに、私的な場において、 ピアニストとしてのビルヘルムフルトベングラーと共演することもあった。次のシーズンには6回のコンサートが企画され、さらに追加コンサートも行われたが、チケットを求める人が殺到するので、大ホールでコンサートが行われるようになった。なお、その背後には戦争が開始して他のものがほとんど買えなくなった厳しい社会情勢があった。この時以来、 楽友協会専属の弦楽四重相談による室内楽の定期演奏シリーズが開催されるようになり、バリリ弦楽四重相談、ウェラー弦楽四重相談などが続いた。シュナイダー半弦楽四重相談は、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを務めたアルノルト・ロゼがロンドンに亡命し、旧体制が終焉を迎えた1938年から、 戦後のバリリ時代へと貴重な橋渡しを行ったと評されている。その後は演奏旅行も行うようになり、中立国とされるスウェーデン、スペイン、ポルトガル、占領下のオランダ等でコンサートを行った。また、ドイツ各地でもコンサートを開いており、チョコレート製造業者で室内楽愛好家のシュプレンゲルの招きで、特にハノーバーには何度も足を運んだが、 爆撃で壊れゆく都市の姿を何度も目にした。また、ザルツブルク音楽祭にも何度か参加した。1944年の音楽祭は、ヒトラーの暗殺未遂事件に伴い中止されたが、特例としてフルトベングラーが指揮する、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団と、シュナイダー半弦楽四重相談のみ公演が許された。なお、休養のため本番には来られなかったが、リヒャルトシュトラウスが、 シュナイダー半減額四重相談のリハーサルを見学した。ナチスの交換から演奏をリクエストされることもあり、シューベルトの首都乙女を聴きたいといったルドルフ・ヘスの前で演奏したこともあった。また、ナチスの宣伝書から演奏会の頻度や収入に関するアンケートの回答を求められたこともあったが、これは シュナイダー半弦楽四重相談の国有化を目論んだ、ものであったとされる。作曲家、指揮者、リヒャルト・シュトラウスとの交流シュナイダー半弦楽四重相談は、作曲家、指揮者のリヒャルト・シュトラウスと交流を深めた。特に愛するモーツァルトの弦楽五重奏曲第3番を、シュナイダー半弦楽四重相談が演奏する際、シュトラウスは足しげく聴きに行った。 1941年4月28日には、戦争のストレスで気落ちしていたシュトラウスを慰めるために、ガルミッシュにある彼の家を訪ね、モーツァルトの弦楽四重奏曲第17番、ハイドンの弦楽四重奏曲第75番を演奏した。シュトラウスは感動して落類するとともに、ハイドンのメヌエットのトリオを、往年のバイオリニストヨーゼフ・ヨアヒムがいかに見事に演奏したか、そして、 モーツァルトがいかにハイドンを尊敬していたかについて話した。その後シュトラウスは当時作成していたオペラカプリッチョの解説をするとともにその60奏をピアノで演奏して聴かせた。そして別れの際には自身が使用していた青い小さな楽譜帳5冊を各メンバーへの検定の字をしたためてプレゼントした。なお、1942年5月7日に シュナイダー半弦楽四重相談は上述の六重奏を初演している。これに再初シ,シュトラウスは弓使いが記入された構成済みの楽譜をメンバーに送るとともにリハーサルにも立ち会った。また、1942年の2月には若干通りのシュトラウス宅で開催されたゲルハルト・ハウプトマンの80歳祝いにサプライズゲストとして登場している。 1944年6月11日には、カール・ベーム、ビルヘルム・イェルガーと共に若干通りにある、シュトラウスタクを訪れ、誕生日と朝の挨拶として、ハイドンの弦楽四重奏曲第67番の第1楽章を演奏した。ユダヤ人差別クロチャックを支援した指揮者、ビルヘルム・フルト・ベングラークロチャックの妻は、ユダヤ人であったため、ナチス・ドイツが制定したニュルンベルク法における、 ユダヤ人と隕石関係にあるものに該当したが、自身の才能、及び指揮者、ビルヘルムフルト・ベングラーや、カール・ベームの尽力のおかげで、芸術家の地位を失うことはなかった。また、シュナイダー藩弦学四重奏談、ビオラ奏者のモラベッツも、特別許可の下で演奏できている状態であったが、同団、第一バイオリン奏者シュナイダー藩、第二バイオリン奏者、シュトラッサーの協力もあり、 クロチャックと共に演奏家として活動できた。また、シュナイダーハンは、自身の弦楽始終相談のメンバーを守るために、ナチスへ入党し、政治色が強いとされる場面でもたびたび演奏した。戦後の活動と解散戦後、シュナイダーハン弦楽始終相談は出演禁止措置を受け、2年間公演ができなかった。復帰公演は1947年2月20日に、 ウィーン・ラク・ユー・会で行われた。1949年に、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団を退団した、ボルフガング・シュナイダー・ハンは、その後エドウィン・フィッシャー、エンリコ・マイナルディとトリオを組むことになったため、シュナイダー・半弦楽学史重相談を解散することとなり、1951年8月2日に、ザルツブルク音楽祭で、最終コンサートを行った。 クロチャックラとバリリ弦楽師重奏楽団を組織した、ワルター・バリリ1951年に、シュナイダー班が脱退したことで、シュナイダー班弦楽師重奏楽団は解散となったが、クロチャックラの残されたメンバーは、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団コンサートマスターにして、バリリ弦楽師重奏団の一員として活躍するも、自身以外のメンバーが死去、脱退して一人取り残されていたワルター・バリリと、 合流し、新生バリリ弦楽四重奏団として活動を開始した。初めてのコンサートは1951年8月13日にザルツブルク音楽祭にて行い、ビオラ奏者のエイリヒバイスとモーツァルトの弦楽五重奏曲第4番をピアニストのパウル・シュルハスキーとシューベルトのピアノ五重奏曲マスを演奏した。新生バリリ四重奏団はモーツァルト ベートーベンの弦楽四重奏曲の録音を開始するも、クロチャックは、世界ツアーへの参加に負担を感じて1955年に、脱退し、後任として、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団主席チェロ奏者のエマヌエル・ブラベッツが加わった。そのため、クロチャックは、モーツァルトの録音については、第14番、第21番、第22番のみを、ベートーベンの全曲録音については、 1> 第1番から第7番、及び、第11番、第13番、第14番、大風が変路町長のみを担当した。なお、モーツァルトの第21番の録音については、クロチャックのチェロの、憧れに満ちた幅広いカンタービレが賞賛されている。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を対談した後は、ウィーンやザルツブルクで教弁を取った。1989年3月9日、 ビーンにて没。指揮をするリヒャルト・シュトラウス。クロチャックは作曲家である、シュトラウス自身の指揮の下ドン・キホーテのソリストを務めた。1945年より、音楽アカデミーで教弁を取るようになった。クロチャックの、私が求めているのは、才能がある人だ。生徒じゃないぞという言葉はよく知られているとされる。音楽研究家のブラウコプフ夫妻は、この教育の系図は、 ほとんどベートーベンの時代にまで遡ってよいが、そうかといって、一定の固い枠にはまった演奏法に縛られるわけではない。というのも、ウィーンの演奏の仕方、ウィーンのチェロの流派は、また、外部からやってくる刺激に対して開かれてもいたと、述べている。また、1967年からは、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院で教弁を取った。 弟子にウィーンフィルハーモニー還元楽団のベルナー・レーゼル、ゲルハルト・カウフマン、フランツ・クロイツァー、エバルト、ビンクラー、アダルベルト・スコチッチ、および首席チェロ奏者を務めた、ボルフガング・ヘルツァーなどがいる。ウィーン・ラクユー協会で、文化生たちのコンサートが開かれることもあった。ウィーンフィルハーモニー還元楽団および、シュナイダー・半弦楽四重奏団時代の同僚、オット・シュトラッサーは、 教師としてのクロチャックについて、見事な腕前を持つソロチェリストや、オーケストラインたるチェリストたちを育成したと評している。弟子の一人であり、クロチャックと同じく、ウィーン国立歌劇場還元楽団及び、ウィーンフィルハーモニー還元楽団で、首席チェロ奏者を務めたフランツ・バルトロメイは、クロチャックが教育において重視したものとして、美しい旋律、そのための力強い、 しかし、決して無理のない音と、滑らかなビブラートを上げている。クロチャックは、オペラの名曲から取り出したチェロのソロパートを、学生たちに弾いて聴かせていた。また、事故で入院した時も、学生たちを病院に呼び、運指法と曲の解釈について議論した。バルトルメイは、クロチャックの教育姿勢について、以下のように記している。技術の伝達は彼にとって二次的なことで、 むしろずっと後ですべきことだった。練習曲集を始めから終わりまで勉強するのは当然だったが、美しい響きこそが最優先された。もちろん彼はレッスンには十分な予習をしてくることを要求した。調子が悪いなどという言い訳は通じなかった。こうして彼のクラスは注目に値する水準に達し、高い評判を得た。生徒一人数とが意欲にあふれ、 誇り高かった。クロチャックの弟子であることは特別なことだったのだ。また、1969年3月には、当時ウィーン国立歌劇場管弦楽団自席奏者を務めていて、最高とは言えない楽器を使っていた弟子のバルトロメイに、対し、涙ながらに、自身のチェロを譲った。このチェロは1727年に、ダビッド・ティヒラーがローマで制作したもので、頭部が、 通常の渦巻き型ではなく、ライオンの頭となっている。クロチャックはこのチェロと共に、オーケストラでの演奏活動を行ったほか、1937年には、このチェロを用いて、ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団に客演し、ソリストとして、リヒャルト・シュトラウス作曲の、ドン・キホーテを演奏して、指揮を務めた作曲家自身からメッセージを送られた。バルトロメに楽器を譲るとき、 クロチャックは、この楽器は、それが、今まで、ずっといた場所、つまり、ウィーン国立歌劇場の主席に泊まるべきと語っており、奮起したバルトロメイは1973年に、国立歌劇場管弦楽団の主席奏者のオーディションを受け、合格した。ありがとうございます。